青梅線で計画運休が実施されます。JR 東日本は中央快速線等のグリーン車サービス開始に向けた東青梅駅線路切り替え工事のため、川辺から青梅間のすべての列車を運休すると発表しました。JR 東日本では中央快速線にグリーン車を導入する計画があり、線路切り替え工事を実施します。また、灰島から川辺間、 青梅から奥多摩間でも60分から90分程度運休となる時間帯があるということです。また、18時10分頃から終電まで約6分から20分間隔で代行バスを運転します。代行バスは青梅駅から東青梅駅行きと川辺駅から東青梅駅行きが運転される予定です。それぞれの主要時間は約7分です。 代行バス利用には対象区間の乗車券が必要です。一時的に運休するハ島から川辺間と大目から奥多摩間ではバス等による代行輸送は実施されません。また他社路線への振り替え輸送は実施されないということです。計画運休は今日13日17時30分頃から終電まで実施される予定です。 最新の情報、詳しい情報は JR 東日本公式ホームページをご確認ください。これで5月13日の KAB ムービーズを終わります。